どうもはい、はい、楽しい週報の時間ですよ。ということで、作ってるところ撮ってないです。ごめんなさい。魚味噌。魚味噌。これわけわかんないな、これ。魚味噌、茄子炒めでございます。ありがとうございます。トマトです。魚味噌。あんまから打ってきた。魚味噌。茄子と一緒に炒めました。いただきます。その前に本日こちらでございます。ミスター健康木島です。ビタミン C 摂取します。氷はどうしようかなと思ったけど、水をキッティン冷やしておったから、氷いらないだろうということで、氷は使いませんでした。いきますよ。はい。乾杯、乾杯、乾杯。あ、炭酸水です。です。いつものソーダストリームです。です。ちょっと茄子はね、焼きすぎた感がある。これは大丈夫か。これは大丈夫でしょ。これ絶対美味しいよ。うんうんうん。あ、油、ごま油。うん。正解です。うんうん。茄子三本。うんうん。あー、いいね。うん、味噌が強いから、うん、よく合うわ。正直言って一回で食べるには完全にこの魚味噌の量多すぎです。分かってます、分かってますけど、こんだけ使って茄子こんだけ一本だけ使って、うんうん、終わらせられますかと、そういうことですよ。そういうこと。うん。うんうん。やっぱ美味しいな。うん。魚味噌。今日でやっと半分いったかいかないか。とんでもない量だったから、あ、酸っぱ、うんうん、あ、トマトも美味しい、うんうん、トマト美味しいや、うん、あ、いいね、うん、バーベキューしたいね。バーベキュー、うん、急にバーベキューしたくなった。やっぱバーベキューは秋冬でしょ。バーベキューはすごいじゃん、うん、やりたいけれども、急に思い出した。いつか箱根のスーパーでやったみたいなグッとくる宴、うん、ハワイ、ハワイ行ったことないです。行ってみたいです。でもハワイよりはペルー行ってみたいです。ペルー、ペルー行ったことないです。行ってみたいです。
あとあそこ、こうやってパッと出てこないってことはそう思ってないってことかもしれないけど、ブータンよ、ブータン、ブータン行ってみたいです。誰かブータン政府の方にお知り合いの方いらっしゃいましたら、千島が行きたいって言ってたよと、千島がブータン行ってみたいって言ってたよとお伝えください。行ってみたい、うん、チベット行ってみたいです。しまった、ちょっとまだややこしい問題になってきたか。中国なのか、中国ってことですか。あれでもいいのかね、例えばフランス行ってみたいって、パリ行ってみたい、パリ行ってみたいって言ってもいいんだもんね、うん、パリ行ったことあります。パリ最高です。また行きたいです。あ、そっか、行ってもそうだ、そういう風に行ってもいいんだ、うん、チベット行ってみたいです。行ったことないとこだらけ、行ってみて、行ったことあるとこまた行きたい、とこいっぱい。台湾、台風でほとんど何もできなかった。台湾一回しか行ったことないけど、また行きたい、うん、うん、やっぱナス合う、味噌とナス合う。台湾も行きたいね、確かにね。まあ行ったことあるとこもまた行きたいとこだらけですよ。ほらね、ナス味噌強いから、キャベツ足んない可能性あるよこれ、うん、うん、おいしい。その前に北海道も行ってみたいな、北海道行ってみたいな。酸っぱ、行ったことないから、見たことないからな。本当に北海道があるかどうかまだ信じてませんよ僕は。あんなにでっかい地図でさ、あんなでっかい土地で本当かね、あれ本当にそうなのかな。これ自由の女神だって僕は信じてなかったよ。ピラミッドだってスフィンクスだって見るまではあれでも自由の女神印象残ってないな。渡ってないからか。渡ってないからか。ニューヨークはもう本当にオバマコンドーム、オバマコンドームの印象が強すぎるからか。メトロポリタンミュージアムと、あーよかったな、うん、メトロポリタンよかったな。あとライオンスクエアじゃない、ライオンキング見ましたよ。ライオンキング見た、すごかったな。何ていうか全然わからんのよ、全部英語だから、もう動き見てるだけ、動物の
もすごかったね。すごかった。あとあれもうなくなったんだっけ、あれトイザラス、あもうなくなったんでしたっけ、ニューヨークのあのでっかい、あすごかったけどな、スパイダーマンとかさぶら下がってるとかそういう風になったりして、すごいなこのレイアウトっていうかディスプレイっていうか、なんて言うんですかあれは、ディスプレイってあの猿の木叩いてることでうーんっつって叩いて、そのディスプレイじゃないですよ、すごい綺麗だな、かっこいいなと思って見たね。っていうか街中そういうの多かったね、お店の入り口とかさ、バーなのか何なのか分かんないけど、鎖で水槽を吊るしてちょっと斜めにしてあって、そういうのとか、まあ、ちょいいか、本当はノート引っ張り出そう、一回皆さんにも見ていただこう、その時ちょっとメモしたこと書いたこと、その場でスケッチみたいなのはしてないけど、その後ノートを手にしてるタイミングで、何年後とかじゃないですよ、その日ですよ、次の日とか思い出してピピピって書いた文とか、文は見せないよ、恥ずかしい、あるよな、引っ越して間違ってなくしてないよね、なくしてないはず、ナスがとろっと味噌うんってね、あこれはなくなった吉野家、ニューヨークのギンギラギンのびっくりしたもん、ニューヨークの吉野家、うんビカ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 、ショーケースにゴミ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 ぶん投げて入れてるぜショーケースにみたいな、なんかよくわかん、すごいなアメリカだ、アメリカと吉野家までこうなるかというふうにして見たもんですよ、もうないのかな、なくなったはずね、ニューヨークの吉野家は、そうでも行ってよかった、ほんとあのタイミングで、あのタイミングで本当よかったよ、もちろんもっと多かったもよかったんだけど、うん、30なる前っつって29、まあ途中で30になったけど、あれからもう何年 ?12、3年、うわい、湧いたんで、すごいな、あっという間だな、日本に帰ってきたらおまわりさんが株みたいなやつしか乗ってなかったのに、自転車のスクーターみたいなのに乗って走ってるおまわりさんがたくさん出現してて、びっくりしましたよ、その転換期でしたよ、びっくりした、たった何ヶ月でこんなに変わるかと、そう思ったのよく覚えてる、うん、なんか海外生活が長い方なんかは久しぶりに帰ってきたら本当に浦島太郎ってのはそういうことなんだろうね、
島太郎はタイムスリップ、まあいいや、なんかいろんな兆候の話もあるじゃないですかね。まあね、今日はちゃんと我慢して最後のデザート1個残しましたよ。味噌強かった。まあ、サグラダファミリアまた見たいね。あの頃よりももっと完成に近づいてるんでしょ。もう十何年経ってるわけですからね。あ、おいしい。酸っぱいけど、おいしい。酸っぱかった。残っちゃおいしかった。ノート引っ張り出さんったな。そうだね、うん、今度ね、何でしたっけ、アンマーから送ってきた魚味噌アレンジでナス魚味噌トマトキャベツ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃう。